ウーベリスラーはドイツの元サッカー選手、サッカー指導者、元東ドイツ代表、ウーベロスラーとも表記される。現在はブンデスリーガのフォルトゥナディッセルドルフの監督を務めている。センターフォワードとしてマンチェスターシティ FC など複数のクラブでプレーした。 マンチェスターシティに所属していた1994から95シーズンから1996から1997シーズンにかけてはチームの得点王になった。カイザースラウテルン所属時には UEFA チャンピオンズリーグに出場した。東ドイツのアルテンブルクで生まれたレスラーは1987年に 1FC ロコモティベライプツヒでキャリアをスタートし、 1>, 1シーズンを過ごした後1988年に BSG ヒエミー・ライプツヒエ、さらに1989年には 1FC マクデーブルクへ移籍した。1990年から 1FC ディナモドレスデンで2シーズンプレーした後、1FC ニュルンベルクへ移籍したが、リーグ戦28試合の出場で得点を挙げられず、2シーズン目にはディナモドレスデンに期限付きで復帰した。 東側諸国で生まれ育った選手は公式にはアマチュアだとみなされており、ドイツ統一後に西側へと移動し、環境に適応するのは難しいと考えていた。1990年12月、ディナモドレスデンで練習するレスラーとハンス・ウーベ・ピルツ1994年3月、レスラーはマンチェスターシティのトライアルに参加した。 バーンリー FC のリザーブチームとの試合での出場機会があり、2得点を決めた結果、3ヶ月の期限で加入することになった。クイーンズパークレンジャーズ FC 戦でトップチームでのデビューを飾った。シーズン終了までに12試合に出場し5得点を決め、オフシーズンには長期の契約を勝ち取った。遺跡金は37万5000ユーロから50万ユーロと報じられた。 19,994から95シーズンは、開幕戦で、アーセナル FC に3から0で敗れる、屈辱的なスタートとなった。ポール・ウォルシュとコンビを組み、怪我で数試合を欠場したにもかかわらず、リーグ戦やカップ戦で、計22得点を挙げた。FA カップのノッツ・カウンティ FC 戦では4得点を挙げた。マンチェスターシティの選手で、FA カップで4得点を挙げたのは、 1953年のジョニー・ハート以来であった。このシーズンでレスラーはクラブの得点王になり、クラブの年間最優秀選手にも選ばれた。1995から96シーズンが始まると、アラン・ボール・ジュニアが監督に就任し、様相が急に変わった。マンチェスター・シティの以前の強みはサイドからの攻撃だったが、ピッチの中央でのプレーに適応しようとした。 ウィングからのボールの供給がなく、ピーター・ビー・イグリーの怪我やアオルシュの遺跡もあった中で、レスラーはこのシーズン奮闘していた。以前所属していたストライカーのナイアルクイーンもほとんど同じようなシステムでプレーしていたが、ストライカーにとっては効果的ではなく、レスラーも明らかに不満を感じていた。監督との意見の不一致が明らかになったことで、スタメンから外れ、 1996年4月6日のマンチェスターダービーでもベンチスタートとなったが、途中出場してすぐに驚異的なゴールを決めた。マンチェスターシティはチャンピオンシップに降格したが、レスラーはチームに残ることを選択した。翌シーズンはフォーメーションが4から4から1から1に戻されたことの恩恵を受け、再びチームの得点王になった。 しかしチームはサン部リーグのリーグ1に降格し、1998年5月に、ついにレスラーはシティを離れた。マンチェスターシティでは176試合の出場で64得点を上げ、2009年12月には、シティの伝堂入りが正式に認められた。1998年夏、レスラーはドイツへ戻り、毎シーズンのリーグ覇者1、FC、カイザースラウテルンへ加入した。 最も注目すべき試合は1998年12月9日の UEFA チャンピオンズリーグ1998から99グループステージ HJK ヘルシンキ戦で途中出場ながらハットトリックを達成し5から2の勝利に貢献したその後1年でカイザースラウテルンを代団しテニスボルシアベルリンへ移籍したテニスボルシアベルリンが2000年夏に破綻すると グレンホドルは無所属となったレスラーに飛びついた。しかし、ジェームズ・ビーティーンが11月から12月にかけて10試合で10ゴールを上げる活躍を見せたこともあり、レギュラーの座をつかめなかった。さらに、股関節の故障で手術が必要となり、数週間離脱した。レスラーは献身的なプレーを見せたが、サウサンプトンでの公式戦の得点は、フットボールリーグカップのマンスフィールドタウン。 FC 戦のみであった。2001年5月26日には、1898年からの、歴史に幕を下ろすことになったザデルデの最後の試合、ブライトンホーブアルビオン FC との親善試合で、ゴールを決めた。翌シーズンの出場機会はわずかで、故障中のスコット・ドビーの代わりとして、2001年10月30日に、ウエスト・ブロムビッチ・アルビオン FC へ期限付き移籍した。 10月31日のクリスタルパレス FC でデビューし、その4日後のノッティンガムフォレスト FC 戦でゴールを決めた。ウエストブロムビッチアルビオンでの出場は5試合のみで、2002年1月にドイツ2部の SPVGG ウンターハヒンクへ移籍した。2001から02シーズンを2位で終え、一部昇格に貢献した。2002年7月、レスラーはノルウェーのリールストロム SK に移籍した。 2002シーズンは10試合に出場して9得点の成績を残した。2003シーズン、FK5 でグリムトとの開幕戦に1から0で勝利した後、X 戦診断で肺に腫瘍が見つかり、選手人生からの引退を強いられた。その後科学療法により、腫瘍は完全に治療された。回復してからは、コーチライセンスを取得し、サッカーに関わる仕事を続けた。 1990年1月26日、レスラーはクウェート代表戦で、東ドイツ代表デビューを果たした。ドイツ祭統一の21日前、1990年9月21日に、開催された東ドイツ代表としての最後の試合、ベルギー代表にも出場した。東ドイツ代表としては、通算5試合に出場し、得点はなかった。 肺の使用が完全に回復した後、レスラーはリールストロームに戻り、2005年に監督に就任した。リーグ戦は4位で終え、ノルウェーカップ、2006年のロイヤルリーグでは決勝に進出したが、優勝は果たせなかった。この結果は、リールストロームの役員を満足させるには至らず、2006年11月に、コーチのグンナーハーレと共に解任された。 2006年11月22日、デスラーに代わりリールストロムの監督に就任したトム・ノウドリーの後任としてバイキング FK の監督に任命された。2007シーズンのリーグ戦は3位の構成席だった。2009年11月18日に退任した。2010年8月31日、短期の契約でモルデー FK の監督に就任した。 リーグ戦の終盤8試合で勝ち点を20から40に倍増させ、残留させることに成功した。2011シーズンからは、オーレグンナースールシャール監督に交代した。2010年11月、レスラーは監督として、プレミアリーグに戻りたいという願望を表明した。2011年6月に2年間の契約で、ブレントフォード FC の監督に就任した。ブレントフォードでのウィジンは、 ストレーメンイフトの練習試合で0から0の引き分けに終わった。ブレントフォードでの1シーズン目は勝ち点67で9位につけ、ここ6年で最も良い成績を収めた。ブレントフォードの2年目は2013年4月27日のリーグ戦最終節で2位のドンカスター・ローバーズ FC に敗れ、チャンピオンシップへの昇格を目前で逃した。0から0で後半アディショナルタイムへ突入し、 ブレント・フォードが PK を獲得した。ローン一席で加入していたマルチェロ・トロッタがキャプテンのケビン・オコナーを制して PK を蹴るがクロスバーを叩いてしまった。このこぼれ玉からドンカスターがカウンターを成功させジェームズ・コッピンガーがゴールを決め昇格とリーグ優勝を決定づけた。ブレント・フォードは昇格プレイオフ圏内の3位でシーズンを終えた。 プレーオフ準決勝のスーインドンタウン FC 戦は PK 戦までもつれたが勝利を収めた。しかし、決勝のヨービルタウン FC 戦は前半の低調な出来が響き、1から2で敗れた。2012から13シーズン終了後、チャンピオンシップへの昇格を成し遂げるために、レスラーはチームの大幅な見直しに着手した。夏の遺跡史上では13人の選手を獲得した。一方、 放出されたのはわずか3人だった。レスラーは2013年12月7日に監督を退任した。退任直前の8試合のうち7試合に勝利し、チームの復活に導いた。マーク・アーバートンが監督を引き継ぎ、2014年4月18日にチャンピオンシップへの昇格が決定した。2013年12月7日、レスラーは応援コイルの公認として、 ウィガンアスレティック FC の監督に任命された。ウィガンで最初に指揮を取った試合は UEFA ヨーロッパリーグの NK マリボル戦で1から2で敗北した。2014年3月、フルスのマンチェスターシティと FA カップの準々決勝で対戦し2から1で勝利した。しかし準決勝のアーセナル FC 戦は PK 戦の末敗れた。 リーグ戦ではチャンピオンシップで5位につけ、昇格プレイオフに進出したが、準決勝のクイーンズパークレンジャーズ FC 戦は、チャーリー・オースティンに2得点を挙げられ敗れた。2014から15シーズン、昇格の本命候補と見られていた、ウィガンは降格権に低迷しており、11月13日に、レスラーは解任された。ウィガンのデーブ・ウィーラン会長はレスラーを解任したにも、かかわらず、 私は今でも彼を非常に素晴らしい監督だと評価しており、すぐに他の仕事を得られると考えている。幸運を祈る。と称えた。また、ウィガンをチャンピオンシッププレイオフ準決勝や FA カップ準決勝に導いたレスラーを解任したのは辛い決断だったと明かした。レスラーの後任にはマーキー・マッケーが就任したがシーズン途中で解任され、 その後がリー・コールドウェルが就任したが、リーグ1への降格は防げなかった。2015年5月20日、2年契約でリーズ・ユナイテッド・ AFC の監督に就任した。2月には、TSV1860 ミューンヘンからのオファーがあったが、イングランドでの仕事を勝ち取るために断っていた。アシスタントコーチに、ロブ・ケリー、GK コーチに、リチャード・ハーティス、コーチに、 ジュリアンダービーを迎えた。8月8日、チャンピオンシップの開幕戦は1から1で引き分けた。10月19日、ブライトンに1-2で敗れた後、監督を解任された。12試合で2勝しかできず、18位に低迷していた。後任には以前、ロザラムを率いていたスティーブ・エバンスが就任した。2016年7月30日、リーグ1開幕の4日前にフリートウッドタウン。 FC の監督に就任した。レスラーが監督を務めた2016から17、シーズンは勝ち点82で4位となり、クラブ史上最高の成績を収めた。プレーオフでは、ブラッドフォード式 AFC に惜しくも敗れ、昇格はならなかった。このシーズンで18試合無敗のクラブ記録も樹立した。2018年2月17日、公式戦7連敗を喫した後に監督を、 解任された。2018年7月12日、2年半の契約で、丸目 FF の監督に就任することが発表された。デスラーが率いるチームは、高い位置からプレッシャーをかけるスタイルで有名で、選手を試合ごとに入れ替え、4から3から3や3から5から2のフォーメーションを好んだ。デスラーのスタイルは、その哲学が似ている、ユルゲンクロップと比較される。 レスラーのサッカーは、ヘビメタルのような攻撃的サッカーと評され、攻守の素早い入れ替えが特徴である。レスラーは東ドイツで生まれ育った。1、f c ロコモティーベライプツィヒ在籍時、秘密警察の下味タージの尋問を受け、西側に亡命しようとしている同僚を密告するように強いられ、その見返りに、下味タージは、レスラーの始まったばかりのサッカー人生が、 妨げられないようにすると持ちかけられた。監督の猛烈な介入により、デスラーは彼らの注目から守られた。幼少期からイングランドのサッカーのファンで、マンチェスターシティ在籍時は、故郷を見つけたと言っており、シティのファンとの絆を築いたのは、自分のキャリアで最大の成果だとも述べた。最終的には、シティの監督になることが、自身の指導者としての野望だと何回か語っている。 ノルウェー人の妻との間に二人の息子がいる。長男トニーは、トニー・ブック、次男のコリンは、コリン・ベルにちなんで名付けられた。2013年、レスラーの自伝、ノッキングダウンウォルスが刊行された。ありがとうございます。